デボン・テルペトロは、アルメニアの初代大統領。1945年シリアのアレッポに生まれる。父のハゴブ・テルペトロは、シリアレバノン共産党を創設するなどシリアの左翼、運動家であったが、当時のソビエト・アルメニア人機関運動の影響により、一家を連れて1946年に、当時のアルメニア・ソビエト社会主義共和国のエレバンに、帰国した。テルペトロは、 エレバン大学でアルメニア古代史を専攻した。1965年のアルメニア人、虐殺50周年では人間の鎖に参加している。その後も古典文献学の研究に携わっていたが、1988年にアゼルバイジャンソビエット社会主義共和国のナゴルノカラバフ自治州をめぐり貴族変更問題が顕在化すると、テルペトロはカラバフ委員会を立ち上げた。 カラバフ委員会は1989年にアルメニア全国民運動と名称を変え、テルペトロはこの運動の指導者となる。1990年5月にはアルメニアソビエト社会主義共和国の最高会議の自由選挙が行われ、アルメニア全国民運動が最大議席を獲得し、ソ連構成共和国で初めて共産党以外の政党が政権を握ることとなった。 同年8月には、テルペトロは最高会議議長に選出され、アルメニアの最高権力者となった。1991年10月の大統領選挙で、初代アルメニア大統領に当選する。大統領在任中は、ナゴルノカラバフ問題の解決に尽力し、アルメニアの優位な形で急戦に導くことに、成功したが、和平プロセスにおける協調的、妥協的な姿勢が、 反対派、さらには政権内部にまで批判を拡大し、政権内の閣僚が多数辞任したことにより、1998年2月に辞任した。ありがとうございます。